今回も安定のインポスター。人材 100% でお送りいたします。まずはメイン脇。メイン脇さんか。キルできないな。さてキルは結構リスクあるからね。やらないのも決断よね。お前ほんと初手左脇好きだな。初手左は、クルーでもインポスターでも、人脇やすいからね。それだけキルするチャンスが増えるってことだしね。でも初手キルは、今回も相方に任せるんだろ。マリサと一緒にしないで。私は今回真っ先にキル取りに行くわよ。随分強気な発言ね。せいぜい目首かかれないようにしなさい。停電長引かせて、まずは人をこっちに誘い込むわ。来た来た。雲の隅長が、かかりにね。そして人がいないことを確認して。ごちそうさまでした。さあ初手キル取ったものの、相方もキル取ってたらどうなるかしらね。それも考えられるから、まずはここからいち早く遠くへ逃げるわ。敵には誰もいないと。メインへ即抜けられるのは、結構美味しい。あなたベント使わないのね。使ってもいいけど、キルクール上がっていない状態では、あんまり使いたくないのよね。今みたいに他のクルーと、吐き合わせる可能性高くなるしな。それもあるし、アドミン見られている可能性も、今回は考慮して使わないわ。お、早速発見されてるぞ。あはは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 、終わったな霊夢。初手ダブルキル、詰められて終わりだ。いえマリサ、今回は詰められないわ。なーんだと、ここから入れる保険でもあるっていうのか。いえ、偽装するのよ。一応ね。あ、見せて。今、レイムがしようと考えているのは、リスポーン一偽装。はじめまして、ナレーションのメイメイひまりです。たまに出てくるので、よろしくお願いします。お前今回、キッチン脇だったよな？え、そうね。え、そうねって、そんな発言通るわけないだろ。私もね、今さっき思いついたんだけど、ゲーム開始時は、本当にメイン脇だったのよね。で、今さっきすれ違った、茶色もゲーム開始時はメイン脇、だから茶に白出しして、ラインを繋いで、黒位置から逃れられると思ったのよ。でも、アドミンあるみたいだぞ。そこは、ほら、なんていうか、お、ローズの二郎を、追わせる形にして、そんなに、うまくいくもんかね。そのために、今回はメインであった茶と、死人し合ってることを理由に、茶に白出しして、私もなんとなく弾かれる形を、狙うわ。なんとなく、ね。まあ、二郎は追わせられなくても、実質、青ローズに一郎を追わせられれば、上場ってわけだしな。そう。だから左にいる人物しか、関与できない状況を、会議で作るのが、今回の必須事項。どんどん位置を浮き彫りにして、左にいる人物を洗うわよ。お前もその中に入っているんだけどな。そういう意味ではベント使わなくて、ほんとよかったな。しかし、ローズのアドミン本当に邪魔くさいわね。ま、ほっとけ。アドミン情報出しても人数が、正確じゃない。うろ覚えの情報なんか、クルー視点当てにできないだろう。そんな、あやふやな情報より白弾きしていった方が、クルー視点効率的だからな。ここで注意したいのは、レイムが茶に白出ししたとはいえ、茶視点レイムには白出しできないということ。ここで、茶に白出し。自分の発言が、メインにいたことの証明になる。今回の情報を整理すると。これが今回の最終位置。右で死人し合っているものが、多く、そもそも左の情報どころか、関与できないという状況。クルー視点は、左に、西体あるという予想で終わる。それでも青、ローズは、お互いに白置きしており、それがかえって二郎ラインに、見えるという状況に陥る。インポスターとしては、この上ない状況を作り出すことに、成功する。エント使ってたら、一発アウトだったけど、使わなかったことでここまで、濁るとはね。ここで相手キッチンに枠は、他に誰か一緒に湧かないかな？誰も湧かないか、あ、それはそれでしょうがないかな。誰か一緒に湧いてくれたら、左にタスクしに来た、クルーっぽさを出せたのに、そこまで欲張らなくても、今レイムは怪しい位置にいないと、思うぞ。その後、3回のボタンと会議を挟み、黒位置精査は難航し、ローズ、青が黒位置で様子見という結論に至った。右に移動して、キル狙うか。そうね。序盤右に固まってたし、今右は人少ないんじゃないかしらね。というか、誰もいないな。誰もいないなら、移動させればいいだけの話よ。なるほど、サボ起こしてクルーを移動させるのか。さあ、クルーメイト。
と、右に移動してきなさい。昇降機右まで、人なしか。でも、今黒が貨物行ってたな。なら、その黒、キルしに行きましょ。お、いたいた。ここいでいなんて絶好のキルスポットじゃないか。これをキルしないではない。ありがとう、クロ。君のことは一生忘れない。どうせその感謝も次のターンには忘れてる。バイタルチェック。うお、相方もうにキル取ってたのか。これはちょっとまずいかもしれない。五人二郎万年か。釣り勝ちできればいいけど、まず無理だろうな。諦めちゃダメよマリサ。釣り負けても、相方が作ってくれたこの万年、最後の最後まで暴くのよ。ほら、シラもこういう見方をしてくれてる。ここで青場所でキルの容疑位置だという見方は、クルーらしい見方だな。そう。だからロラではなく、単動位置を釣りに持っていくわ。でもこれ、ガッチガチに対抗してるぞ。どうすんだ？この状況、ローズ、青で白取り合ってて、釣り負けたら黒つけるぞ。どうした？霊夢。そうなったら決まってるじゃない。にキル取りに行くまで。そうだな。そのくらいの気持ちでいるなら、青釣り押しもありだな。そうよ。インポスターになったからには、必ず危ない橋の一つや、二つ、越えなければならないわ。その覚悟があるなら、霊夢のやりたいようにやればいいと、思うわ。まず一つ。ここで青釣りをして勝つ。二つ。四人一郎盤面で、二キルして勝つ。三つ。一キルしてセルフして勝つ。三つ目はあまりおすすめできないな。わかってるわ。釣り負けた時点で、私の黒濃度はかなり濃くなるからね。だからここで釣れないなら、二キル取るまでよ。ああ、これはまずいな。死体位置知らないというのは、クルーっぽくない。明確な対抗に出してるなら、死体予想位置、もしくは、ここまでは生きていた、という方が、まだクルーっぽく見える。シラも同じように考えてるみたいね。でもここは青釣り行きたくを、私は選ぶわ。その心は？私と白で青。青ピンクで茶。茶がピンクのスプリット狙い。お前そこまで考えてやっていたのか。だから言ったでしょ。最後まで諦めないって。坊先生も言ってたわ。諦めたら、そこで試合終了ですよって。懐かしいネタ持ってくるじゃねえか。だったらなおのこと負けられねえな。釣り、スプリット、2キル。必ずどれかで勝とうぜ。そうして、思考を巡らしながら、勝つための最善手を模索する霊夢であったが。ピンクがまさかの無投票。これによりスプリットならず、ピンク釣りが確定してしまう。勘弁してくれよ。ガチでスプリットいけたじゃねえか。無理さ集中。過ぎたこと、ガタガタ言わない。むしろこの盤面に持ってきてくれたことに、感謝。キルクール貯めて、キルすることに全力でいくよ。よし、キルクールは開けたな。誰からキル狙う？誰でもいい。誰でもいい？無理さはもう忘れているみたいね。もうこの船はインポスターが、支配しているのも同然なんだよ。どういうこと？もうクルーメイトに、ボタンがないということさぁ。あ、初手キルで青、茶のボタンは消費済み。色は開幕初手ボタン、残りの1個は、インポスターの私だけですね。都合のいいところに白発見。これはもう行くしかねえ。ここでキルして、キルクール貯めるか？いや、ここで待つより、移動して昇降機で待とうと、思う。昇降機も左にあるから、クルーは絶対直せないな。あとはクルー開け次第、エンジン、メイン、シャワー、アーカイブって、行くぞ。勝利。いやーなんとかなったな。相方のキルペースにも助けられたわ。チームの勝利ってやつね。ちょいちょいボロ出てたけどね。勝てばいいのだよ。勝てば、この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価よろしく、お願いします。Twitter もしていますので、そちらもフォローお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。